元気でいますか？好きだったあの声、耳に残ってる。そばにいなくても抱きしめられていたのでしょうか。あなたに伝えたこのぬくもりを、この喜びをいつまでもいつまでも忘れない。あなたを愛してる。今でもあの歌を。もう一曲続けて、 ありがとうございます。もう一曲続けていきます。伸ばしてる届かない月になんて周りに言われて、なおさら燃えて挑んで、ああ不安定な足場でもしごつないでひたすら登る。そんな努力を認めてくれて本当ありがとう。自然と積み上がってた期待に満ちた妄想と、あれなんか違うなって気づくことの連続だけど、それもまた楽しいもんだ。だいたいわかるようになったって気づかれてるかな。ここまでって境界線を見極めて、また君に恋をする。弾けそうな満面の笑みに全てが報われてくよ。
大色した丸い月に噛みついて噛みついてもう外さない譲れないこととかそんなにはないよ待ち合わせの時間に起きるとか人の話聞かない耳もああ無知で未熟な僕に成長してほしいそんな優しさでいつもダメな子演じてくれて本当ありがとうそろそろ似合いの二人と思い始めてる頃あれなんか違う名前で呼ばれた気もするけど微笑んで聞き流そうまんまると透き通って眩しいうるるまなこの奥にままならぬ厚い壁を見つけてはまた君に恋をする弾けそうな満面の笑みに全てが報われてくよ香りは甘い丸い月に噛みついて噛みついてものレシピ修練の日々だララ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 だいたいわかるようになったって気づかれてるかなここまでって境界線を見極めてまたまた距離を詰めてゆくスパイ君も丸ごと全部触れたい感じて太陽を大色した丸い月に噛みついて噛みついてもう外さないということで改めましてこんばんは白石智と言いますよろしくお願いしますですね東京でというか、ミヤカフェで、前回歌ったのは6月で、今回9月ということで3ヶ月ぶりなんですが、ちょっとありがたいことに、7月8月とちょっとですね、遠いところで歌わせていただいて7月が、北海道の旭川の方でちょっと歌わせていただいたりで8月の方は、私一応出身が関西なんですけども兵庫県なんですが、神戸の方でちょっと歌わせていただいたりしましてちょっと東京久しぶりということで、で
今歌わせていただいた1曲目、こちらカバーなんですけども、あの出会いという曲でして、ご存知の方もいるかも分かりませんが、安全地帯のカバーなんですが、火曜サスペンス劇場でね、もう今なくなりましたけどカサスというのがありました、そうですね、有名な曲だとバドンナたちのララバイとかね、いうのありますけども、カサスの多分最後の方の、もう終わるちょっと前ぐらいのテーマ曲になってた出会いという曲で、まあ本当に短い3分ちょっとぐらいしかないようなフルコーラスでも曲なんですけども、なんかねこう聞き込んでるうちにその魅力にはまっちゃいまして、まあ、自分の中では一つこうこれをなんかですか、こう感情を込めて歌うのがね非常に楽しくてというか、まあ、すごく気持ちよく歌わせていただいたんですが、で2曲目歌わせていただいたのが月をはめばという曲で、まあ、月というとですね、まあ、今月9月なので中秋の名月ですか、今週になるんですかね、東京の方ではちょっと雨でしたっけね、その日はなかなか見れるとこ少なかったと思うんですけども、全国的にはね今も皆さんフェイスブックとかいろいろやられてるかも分かんないですが、月の写真がもういっぱいねタイムラインに流れていくようなそんな感じでしたけども、まあ中秋の名月というのもですね、昔からこういろいろね、いろんな日本独自の風習なり行事なりありますけども、だいぶねもうやらなくなったことも多いですけど、お月見はまだまだ文化として、まあ、残ってるんだなというのがすごくいいなと思うんですが、まあそうですね、自分も今回中秋の名月見れなくて、で次の日スーパームーンってね、月が大きくなるということで、それもそちらなんか見れたんだと思うんですけども、その日はちょっと疲れて寝ちゃって結局全然いい満月を見れなかったんですけど、ね、それはそれとして、今だと何ですか、必ず9月に出るねマクドナルドの月見バーガーとかね、あるいは、まあ、月見うどんとかね、そういうのでちょっと代用じゃないけどしとこうかなと思って、で、そうそう、月見うどんってね皆さんご存知ですだと思うんですけど、うどんにこう卵を割り落としたやつだと思うでしょ、で確かにそうなんですけど、実はもともとは卵を割り落としたのは月見うどんと言わないらしいんですよ。で実はあそこに海苔かなんだっけとろろ昆布かなんかそういうのが一緒に入ってて初めて月見うどんだそうで、でねあれは お月様 と、すすきとか、あるいはその村雲っていうんですかね、お月様の横にこう雲がかかってるような、それに見立てて初めて月見うどんで、卵を落としたのは玉落としということで、昔、まあ、多分江戸時代とかそんな話だと思いますけど、昔は使い分けてたそうで、まあ、今はね卵をやるとしたらもう月見って言いますけど、まあ、なので私は早速ですけどね月見バーガーを食べまして一応お月見代わりにさせていただいたんですが、はい、なので、まあね、今年はちょっと残念でしたけども、毎年毎年ねこの時期はお月見してねちょっと風流というので楽しんでみようかなというふうに思ってます。はい、今日はですねまだまだ歌わせていただきますんで、最後までよろしくお願いします。はい、では、続けて3曲いかせていただきます。どこを見てたんだろう、際限なく繰り返す日常の中ですぐ隣に続いている脇道さえも見つけられずにそっと息を殺しうつむいて黙って歩いてるからかな、気づいた時もみ飽きたいつもの通りを少し外れていこう、煩わしい喧騒など届
どくはずもない場所へ自然とたどり着いて、そっと胸を撫で下ろした。風に騒ぐ大地の奏でる調べに惹かれて、疲れ切った体を投げ出し、草枕で広がる澄んだ青、それ以上何もない、それ以上何もない空、こんなにも優しいことだったんだ、ゆっくり呼吸をすることは。かすかに聞こえていた時を刻む音さえ忘れて、日差しに甘えてみようと、ゆっくりまぶたを下ろした。風に香る大地のすがすがしさに目を覚まし、深く沈む体を起こして、眩しい目で追いかける白い雲、それ以上何もない、それ以上何もない空、こんなにも優しいことだったんだ、ゆっくり呼吸をすることは。そしてその風は恵みの雨さえ導いて、満ち足りた木々たちと同じように背伸びをしてみる。騒ぐ大地の奏でる調べに惹かれて、疲れ切った体を投げ出し、草枕で広がる澄んだ青、それ以上何もない、それ以上何もない空、こんなにも優しいことだったんだ、ゆっくり
くり呼吸をすることは、こんなにも優しいことだったんだ。ゆっくり呼吸をすることは、ありがとうございます。では続けてもう一曲いきます。いつも冗談ばかりの他愛ないそんな会話に、一筋の望みを託してさ、二つに並んだ景色も、君が座るこの場所も、幻想の中に浮かぶようだ。近くてもっと遠い、あと数十センチの真っ白い対岸に泳ぎ出せない、もがいてためらって飛び込む、動き出せない夜だけど、震えを伴って虹により近づいてくこかしえない勇気を持って、僕はただ君のことを抱きしめてたいだけなのに、声を飲み込んでも隠しきれない思いをぎゅっと耳にしていたいのに、抱きしめて触れ合った時の頬の温かさも、全部君への愛しさに変わってく、答えが出るのはあとどのくらい先だろう、今が不安で切なくて壊れそう、気づいて君への想いで石になってしまった、僕に動き出せない夜だけど、震えを伴って虹により近づいてことを抱きしめてたいだけなのに、前いっぱい当てますよ
力の限り抱き寄せてみたい。息が止まってしまうくらいに潰れるほどに強く強く強く、もうこれ以上ないほどきつく抱きしめてみたいよ。ではちょっと、ミドルテンポというか早めの曲が続きましたので、オリジナルでちょっとゆっくりの曲を1曲お届けしたいと思います。その時には見えなくても、振り返ればわかることだってある。懐かしさと悔しさとが、こんな今でも交差する。気づかなかったよ、いつもつま先立ちで背伸びしてくれてたってこと。また抱いている星を見上げ、考えてみる、うん、あの頃のように君もこの空見てる夜もあるかな。少し悲しい気持ちで涙声で歌ってるけど、遠いけれど一晩中空見上げ、一緒に泣いててあげる。夜風は案外涼しげで、時が経つことも忘れてた。ゆっくりと知らんでゆく空、散らばる星も霞そう。
めてゆくことも遠ざかってゆく記憶も自らはどうにもできずに呆然とオレンジに染まる地平の果て眺めていた。ああまた開けないで名残惜しさを抑え切る無情の朝に少し寂しさが募って目を開けていられなくてもそれでもあの頃の惜しみ上げ近くに君を感じてる。遠い遠い空のもと遠い空の方を彼方に。ありがとうございました。3曲続けて聴いていただきました。ですね、とりあえずそうだ、忘れないうちに1個だけ、実は後ろに CD を私のアルバムがございまして、棚の一番手前の方に一応置いてあります。で、一度でもライブ聞いていただいた方には恒例の話なんですけど、特にお題はいただいておりませんので、もしご興味ございましたら、CD の方をお手に取ってお持ち帰りいただければ、聴いていただけるんであればもちろんお持ち帰りいただいて大丈夫ですので。でジャケットが一応種類が2個ありまして、1個が実写の女の子で、1個が、イラストの女の子で、まあ、僕のね、このむさい顔は載ってないんですけど、両方とも中身同じです。で片方がちょっとデザインが違うだけですので、イラストの方が一応ライブの方だけでお配りしているものなんですけど、まあ、もしちょっと興味ございましたらということで、はい。であと、一応そうですね、今日まだ触れてないんですが、今日のイベントテーマがシンガーソング生きる証ということで、私も歌をですね、こういう皆さんよりちょっと一段高いところでね、失礼していますけども、歌わせていただいてまして、で先ほどちょっと言いましたけど、先月神戸の方でちょっとライブさせていただきまして、そちらでもですね、もともと向こう出身ということで、高校とか中学以来のね、お友達、今はね Facebook とか Twitter とかでこうつながれるんで、実はあれからこうでね何十年ぶりにじゃあライブ見に行くよみたいな形でね、でまあなんかこう同窓会で集まるってよりはこう歌歌うんで、じゃあちょっと見に来てよみたいな、じゃあちょっと行くよっていうね、そういう感じでちょっと自分も歌歌ってて、こう本当に20年ぶり30年ぶりのお友達が見に来てくれたりして、非常に、なんかねその歌っててよかったななんて思ったりもしますし、でその、まあ、神戸なんですけど、そこでも CD 実は先ほどのように、来ていただいた方じゃ差し上げますということで、結構たくさんの方来ていただいてはいたんですね。で、歌わせていただいたのがハーブ園という、まあ何て言うんですか、まあこうハーブをね眺めたり、そういうところの、まあ、植物園みたいなところですかね、で歌わせていただいたんですけど、まあ、お子様連れとかもたくさんいらしてたんで、じゃあもう無料開放で皆さんも自由に入ってくださいみたいな形でやってたんですね。そしたら、CD 一応20枚弱ぐらい用意してたんですけど、第1部第2部で一応分かれてたんですけど、第1部の終わりぐらいで告知したらもうダーって CD なくなっちゃって、でありがたいなとはもちろん思ってたんですけど、そしたら友達にですね、いや関西でただはダメだよ、ただってね、他の地域なら分かんないけど関西はただっていうともう必ず持って帰るからね、
だから10円でいいから取りなって言われて10円で持って帰れへんのかいと思ったんですけどなのでいやまあねありがたいちゃんと聞いていただけてるならそれで全然いいんですけどありがたいことなんですけども、はい、で CD なくなっちゃってで、後半も告知はしたんですけどもすいませんCD ないんでもしご住所とかねお知らせいただけるんであればお送りしますっていう告知をしたらさすがにちょっとハードル高いじゃないですかただで取れるもんから住所書かなきゃいけないっていうねなんでお一人もいらっしゃらないかなと思ったらたまたままあそういう観光地ということもあってね岐阜県の方が良かったですよって書いていただいてね、まあ、そういうちょっとご縁もせっかくね、来ていただいてそういうご縁があるのも、まあ、歌を歌ってるからかなということでね、なかなかうまく歌えなかったりとかいろいろへこむこともたくさんあるんですけども、それでも歌ってていろいろいいこともあるななんていうふうに思ってます、まあ、これからもねミヤカフェさんを一応東京では本拠地として歌わせていただけたらなというふうに思ってます。はい、では最後に先ほどのあの頃の空の下という曲もそうなんですが一番最後のこの曲も一応今年で今日で歌い納めの曲をもう一曲う、まあ、コンサートはまだやるんですけど、はい、一応お送りしようと思います。はい、聴いてください。
ありがとうございます。はい、では、最後にですね、今日もあの素敵なパートナー集めていただきました、ご紹介します、ピアノさなえ。はい、一応ね12月のミヤカフェでも2人でやらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、でボーカル私白石智でした。どうもありがとうございました。